これ、俺が本当に体験した話で、これガチの話ね、これ。そう。これ島田秀平っていうチンカス野郎に丸パクリされた話なんだけど、これ。そう。これね、本当に作られたような怪談話なのよ、これ。でもこれ本当に実体験としてあるし、で、これ俺のツイッターのどっかに、この動画、実際の本物の動画がバッチリアップされてるんだよ。だから、元々俺の配信ずっと聞いてくれてる連中は、この動画もちゃんと見たことがあるっていう。だからこれガチの話なんだけど、まあ、話遡ると、ちゃんと一番最初から話をすると、かいつまんでじゃなくてちゃんと話をすると、俺の、二個上の先輩に、まあ、俺も、これは半信半疑やけど、ね、これは半信半疑やけれども、まあ、霊感が強い。っていう先輩がおんねん。まあ、その人の、まあ、母ちゃんが化け物みてえに霊感が強くて、明日何時頃誰々が来るよって言うと、本当に来るねん、その人が。っていうレベル。の、なんかもう本当になんか、そういう人って本当にいるのかなって。でも実際俺はその母ちゃんの、そういうところを、その予言的な、本物の予言的なやつを、俺何度も目の当たりにしてるから、だから信じる信じないっていう話でもないんだよね。正直。その人に関しては。信じる信じないも何も、マジでそれが起きちゃうから。そう。だから信じる信じないっていうか、もう実体験としてそれを経験してしまってるっていう話だから、信じる信じないの領域ではもうないんだよ、その人に関しては。で、その人の息子が俺の先輩なのね。そう。で、その先輩と、なんかまあ月に1、2回飯食いに行くみたいな。そう。なんかその人がなんかおごってくれるみたいな。で、それでなんかその日も焼肉かなんかおごってくれて、飯食いに行っておごってくれて、その帰りに、そういえば俺ちょっと寄りたいとこあるんすよ。って。で、そこ行ってもらっていいっすか？ドライブがてら。つって。まあ、だいたい飯食った後、ちょっとその人車好きでさ、すごい。で、その人の車の、その人の運転で、ちょっとドライブしてから帰るっていうのが通例だったのね。で、俺、知り合いの、これまた別の話になるんだけど、知り合いのおばさん、おじさん、おばさんの夫婦がいて、その人すごい俺に昔からよくしてくれる。なんか、親父のもともと知り合いで。そう。昔からよくしてくれる、おじさんおばさんで。その人が、俺の地元に引っ越してきたんよ。家建てて。そう。割と自分家から、家から、車で10分ぐらいのところに引っ越してきたのね。で、その時に、その人が、家を建てるっていう段階で、すごいその家に変なことが起きたの。まず、家建てとって、で、それでなんとなく、こう内装とかもこうできてきて、うまいことできてきて。で、それで、その、玄関開けて、広い廊下あって、その広い廊下の左側に、また広い階段が、2階に続く階段があるのね。うん。で、その階段上がりきった床のところに、このくらいのシミができんね。そう、シミができてたの。まだ新築でそこ住み始めてないんやで。住み始めてなくて大きいシミができてて。で、その大きいシミができてて、それ、建築会社さんに、工務店さんに、ここ、まだ新築で、こんななんか大きいシミあって、これなんか嫌だから、ここ直してって。で、そこ、あ、わかりました、つって、当然保証で、そんなもんね、新築で、まだ住み始めてもないわけだから、わかりました、つって、板張り替えたんよ。全部、床板ね。床板全部張り替えたの。で、あ、床板張り替えました、つって。で、あ、新しくなったね。よかった、よかった。って言ってたら、一週間後ぐらいに、また同じところに同じシミができてんね。え、雨漏りかね？いや、上全然、だって、天井全くシミできてないし。で、じゃあ、かといって、ここに、配管、水の配管なんかここ通ってないし。なんやろね、つって。もう、で、それでもう一回張り替えた。でもそれまた同じシミができてきた。そこ。その階段登り切ったところに。で、なんだろうね。もう、しゃーなしだね。これ何度やってもこうなるしねっていう。で、それで、二回目に張り替えた時は、ちゃんと、そのおじさんおばさんに同席してもらって、この下にシミができるようなとこないっすよね。で、それで、変な疑いかけられるのも嫌だから、天井も剥がしたんよ。
で、天井から何か雨漏りがあるとか、水が伝ってきてそこがシミができるとかっていうのもないよねっていうのを全部ひっぺがして確認してもらったんよ。で、ないね。で、ないね。オッケー、じゃあこれで進めてくださいって張り替えたけど、また結局出てきた。もうしょうがないよねって、そのおじさんとおばさんも諦めたんよ。諦めたのね。そう。んで、それで諦めて、まあ、それ、そのシミは飲み込んだんだけど、その、そこに、じゃあまあ、引っ越して、引っ越してきましたと。で、いざ住み始めて、ちょうど一週間ぐらいした時かな、なんか天気悪い日やって、庭とかももういろいろ結構、なんかこう、造園屋さんみたいなのが作ってくれてあって。で、なんかこう、杭とかがいっぱい立っとったんやけど、突風吹いて、瓦のお家だったんだけど、瓦って普通そんな簡単に剥がれないんだよね。突風吹いて瓦が一枚剥がれてきて、その杭の上に瓦がボンって刺さってんの。その飛んだ瓦、そのシミがあるところの真上なんよ。真上の瓦が一枚剥がれてそこがブソって刺さってんのね。え、気持ち悪いってなって。そっから一ヶ月ぐらい住み始めてから今度一ヶ月ぐらい。その家のキッチンの、シンクの水道っていうのが、シャワーヘッドみたいになっとって、あ、違う、普通の、こう、シンクのところの流しが詰まったんだよ。で、詰まって水道屋さん呼んだんね。これなんでだろうねっていう話になって。で、なんかそんな油物とかもここでな、油をなんかいっぱい流したりとか、そういうことも別に特にしてない。まだ住み始めて1ヶ月で、つって。で、結構外食まだ、ね、引っ越しのいろいろね、梱包を全部開けたりしてさ、なんじゃかんじゃやってたりしてるから、まだ1ヶ月で結構外食ばっかりしてるみたいな。だからここのキッチンあんまりまだ使ってないんだよね。でもなんか水が詰まってて、もうなんか流れない。一切。パイプユニッシュみたいなの買ってきたけど、それも使ったけど全然流れない。なんだろうねっていう話で。で、水道業者さん呼んだんね。で、水道業者さん呼んで、全部こう、バラして、見てもらったわけ。つまり、どこが詰まってんのかっていう原因を。そしたらさ、水道ってさ、まあ、知ってる人いるかどうかわかんないけど、キッチンの下のシンクのところのさ、下のこう、だいたい開き戸みたいなのついてるじゃないですか。この開き戸開いたら、パイプがこういう風になってんじゃん。こういう風に。このこういう風になってるところの、ここのところのネジ取って開けたら、ガッサーって髪の毛が詰まってたんだよね。びっちり。で、ちょっと気持ち悪いけど、こう、解いてみたら、どう考えても、そのおばさん結構ショートヘアなんだけど、どう考えてもおばさんよりも長い髪の毛、倍以上長い髪の毛、びっちびちに詰まってるわけ。で、いやいや、まずここのキッチンで頭なんて絶対洗わない。なんでかっつったら、お風呂場のところの洗面台のところ、シャワーヘッドになってんのよ。よくあるじゃん。普通の洗面台のところでシャワーガチャガチャガチャってやって、こうやって頭洗えるようになってる。頭洗うんだとしたらそこで洗うわっていう。わざわざキッチンの底のところで洗わんし。なんやろねって。そう。で、そこに住み始めて半年経った頃、その旦那さん亡くなっちゃったんですよ。その旦那さん亡くなっちゃったんです。これマジで。俺大好きなおじさんだったんだけどね。滑覆が良くて、身長185ぐらいあって結構大柄なおじさんで、いっつもニコニコしてるおじさんで。まあ、未だに俺はもうそれもう、15年ぐらい前かな。うん。そう、急に病気。そう。急に病気で亡くなっちゃった。それまでずっと元気だったのに。そう。急に亡くなっちゃって半年で。で、まあ、俺もそこ、新築の時に、新築すぐの時に、実は俺もお邪魔したことあるっす。そこのうち。大好きなおじさんおばさんだったんで、呼ばれて行ったんですよ。玄関開けて大きい廊下があるっつったじゃないですか。まあ大きい太い廊下なんですけど、短いんですよ。短い廊下で階段があって、でドン突きから右に行くと
大きいリビングがあって、そのリビングの奥にキッチンがあるんですよ。で、玄関入って、その大きい太い廊下、階段があって、ここに扉があるんですよ。扉があって、ここ一つ部屋が、8畳くらいの部屋があって、その奥に扉伝いで和室があるんですよ。ちなみにそこ今仏間になってるんですけど、そこから階段の裏側を通ってキッチンに繋がってるんですよね。キッチン、こっち側のキッチン、奥のキッチンとこっち側の仏間の和室が繋がってるんですよ。この繋がってる通路の階段ちょうど真裏ぐらいのところに地下に降りる階段があるんですよ。俺そこ通れなかったんですよ。俺別に霊感ないですよ。俺別に霊感なんかないっす。幽霊一回も見たことないし。俺ニコ生時代幽霊が見たくて、心霊スポットに行っちゃ、心霊スポットのここに出るって、噂されてる場所で、立ちションしたり、のぐそしたりして、すごい、幽霊からしたら、幽霊にしたらブチギレ案件なことをやって帰ってきたりしてたんですよ。それでも一回も幽霊見たことないですよ、俺。しかもそれソロ卒ですからね。一人で行ってですよ。一人で心霊スポット行って、ね。で、そこで、よく幽霊が見られる。ここで目撃情報があるっていうところで、タッションとかノグソとかして帰ってくるっていう。ことをずっと、そういうなんか、罰当たりなことばっかりずっとやってたんですよ。でも見たことないですよ、一回も。だから俺、その、幽霊、霊感はないんですよ、俺。ゼロなんですよ。でも、その俺が、その地下に降りる階段、地下がすごい広いから見てみてよってすごい言われたんですけど、俺、そこの地下の階段降りられなかったんです。いや、地下いいっすいいっす大丈夫っす、つって。うん。大丈夫っす、つって。降りられなかったんです、俺。そこの。うん。なんか気持ち悪くて。他にもなんか俺が覚えてないだけで、他にもなんかそのさっき言った髪の毛が詰まってる系の、なんかそういう気持ち悪い変なことがいっぱい起きたんですよ。だからその人、土地を調べたんですって。土地を調べたら、そこ、地下水脈が通ってるんですって。地下水脈の真上なんですって。で、まあ、その人も、なんか、周りの人に、こう、そそのかされて、それ、霊的な何かじゃないの?つって。で、有名な霊媒師っていう人にも見てもらったんですって。そしたら、その人曰く、その家っていうのが、まあ、大きい道から砂利道をクランクで入ってくるんですよ。クランクで入ってきた、ここの、クランクのここなんですよ。ね。で、地下水脈がこうやって斜めに通ってるんですよ。そこの家の下を。この、道挟んだこっち側の、斜面上側。これ斜面なんですよ。僕側が、こう、下で、ね、画面側が上で斜面になってるんですよ、こうやって。こっちに下がってくる斜面になってるんですね。で、そこクランクがこうあるんですよ。ここの家なんですよ。その斜面的な上の道挟んだ向こう側の家。そこ、看護師さんが一人暮らししてる戸建てなんですよ。おそらくなんだけど、その霊媒師さん曰く、その看護師さんっていう、その、もちろん霊媒師の人にも、ご本人自身も、その、おばさん自身も、その上に住んでる人が看護師さんだって知らなかったんですよ。多分おそらく、なんか看護師さんとか病院の、霊媒師の人曰く、看護師さんとか病院関係の人で、なんか人の死に、なんかこう、人の死っていうのが多分近い職業の人で、その人が連れてきた何か霊的なものが、その地下水脈、よく幽霊って水場にいるって言うじゃないですか。湿気が多いところとか水場とかにいるとかって言うじゃないですか。地下水脈を通って、地下室があるって言ったじゃないですか。地下水脈に乗っかってその地下室にその霊的なものが溜まってるんじゃないかっていう話らしいんですよ。まあ、それってまあでも俺としてはまあ眉唾なんで、まあそれが本当かどうかなんてどうでもいいんですけど。はい。で、それも俺も半分、まあ、ほとんど信じてないですけど、そんな話は。まあでもそういう話もあった。
てっていう、まあちょっと曰く付きの場所なんですよ。だから別に普通の民家なんで、正直言うと、さっき僕はさらっと心霊スポットの帰りにっていう話したんですけど、心霊スポットじゃないですよ、そこ。普通の民家なんですよ、実は。で、まあそのさっき言った、まあさっきの話に戻りますと、僕の先輩、霊感の強い先輩っていう人と焼肉食って、その帰りに通例のドライブ、その人車好きなんで、その人の車に乗って、ドライブに行くっていうのがあったんですけど、その道すがら、その先輩に、あ、ちょっと寄りたいとこあるんですよねって。その人霊感あるの自分分かってるから、その人そこに連れてったらどうなるんだろうと思って。シンプルに。もしかしたらその人、その霊感がある人が近くにいると自分の霊感も上がるみたいな話よく聞くじゃないですか。だからもしかしたら俺ワンチャン初めて、人生で初めて俺幽霊見えるんじゃないかなと思って。何も言わずにダマでその先輩そこに誘導したの。さっきも言ったけど大きい通りがあって、クランクがあって、ここの角が、このクランクのここの家が、ね、その人の家で。その先輩に、あ、下からこう、ね、斜面上がってきて。で、あ、そこ右っす、つって。入ってって。なんこの砂利道、わけわからん。どこ行こうとしてんの、お前、つって。めっちゃ言われながら、こう、砂利道入ってって。ここのクランクから、ここの角っこまで来ると、ここ、林なんで。林なんですけど。ここのクランクで、ここの林、こっち側に来ようとすると、もう、ここが家が見えるんですね。ここのところまで来た瞬間に、先輩、結構、その先輩の車、車好きなんで、結構早くスピードが出るように、いろいろいじってあるんですけど、車庫端なんですよ。だから砂利道、お前、俺の車で砂利道行かせんなよ。ってブツブツ言われながら、ここ入ってきて、クランクのこの1個目の角に差し掛かろうとした瞬間に、先輩めっちゃバックした。それまでずーっとトロトロこう、蛇行しながら、砂利道で腹すらないようにしながら運転してたのに、腹ガンガンすりながらバックしたの、鬼バック。え、なんすかつって。で、そっから普通の通りに出て、ずーしばらく運転して、俺が何を話しかけても先輩何も答えてくれんのよ。そう。で、15分ぐらいしてから先輩が、お前知ってただろって急に言い出したの。え、なんすかつって。お前、あの家のこと知ってて、俺のこと、あそこに連れてっただろって。え、なんすか？どういうことっすか？って。いや、お前マジで次やったらお前ほんと殺すからなって言われて。いや、ぶっちゃけ、今知ってたっていうか、なんか気持ち悪いことは確かにあったのはわかるんですけど、なんの話っすか？って。そしたら、あそこはガチでやばい。それ以上は何にも教えてくれなかったの。何がやばいかも教えてくれなかった。ただ、まあ、そういう風にバレちゃったから、今のエピソードを全部話したの、その先輩に。うん。で、もうお前二度とあそこに行かない方がいいって言われて。まあ、日中は最悪いいと。俺の知り合いの家だってことも言ってあるし。だから日中はいい。ただ、夜、ふざけていくなって。言われてた場所だったの。で、その、一年後ぐらい、多分。確か一年後ぐらい。後輩と、そう、遊んでて、よく遊ぶ後輩がおったんよ。そう。家がもともと、地元が近くでね。そう。で、その後輩の、後輩が車買ったって言うから。だから、あ、じゃあ、お前の車で、お前の運転で、ドライブでも行くか、つって。で、飯おごるわ、つって。うん。で、飯食った帰りに、また、あ、そういや、こんな話があってねっていう話を、今の話を全部したんよ。うん。全部して、行ってみるかって話になって。そう。俺は先輩に、ふざけて夜行くなって言われてたんだけど、まあ、行ってみるかって話になって、じゃあ行くかっつって、若いノリで行ったわけよ。で、普通のさっき道が、普通の道があります。砂利道がクランクになってます。ここでもうドンつきなんよ。ドンつきで上に行くか下に行くかしかないわけ。で、はい、そいつの車ね、確かワゴン R だったんだけど、そう、ワゴン R の K ね。うん。クランク入ってきました。普通に家の前、家の前まで来ました。なんもないね、つって。ここゆっくり通って。で、ドンつきまで行きました。
これ上下行くと砂利道結構えぐいから、じゃあここで U ターンして戻ろうかっていう話になったわけ。でハンドル切って U ターンして、ケツ突っ込んで U ターンして戻ってきたわけ。でまた逆にこうクランクがあるわけじゃないですか。こう来て家の前過ぎた角一個曲がろうとした時に、後輩うわっ！って急に言った。それと同時に俺もうーやめ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 、ちょっと早く出せ早く出せってなったわけ。何があったか、俺後輩がうわっ！って言った瞬間に俺もいててててっつってたの。何かっていうと、俺両足のふくらはぎ同時につったんよ。何もしてないんよ、普通に座っとったんよ。両足のふくらはぎ同時につって、で後輩はうわやべえやべえなんだっつって、でそれでとにかく出せ出せっつって、さっきの普通の通りに戻りました。でえお前さっき何があったんっつって、で、俺、どうしたのって言われて、おいや、俺、足、両足つってる、両足つってるっつって。で、お前は何だったんだっつって。そしたら、車のフロントガラスの前を、このぐらいの塊の紫色の煙みたいなのが、ふわーって横切ってったっていう。うん。で、うわ、気持ち悪いっつって。で、もうとりあえず、町場まで出るべっつって。そう、気持ち悪いから町場まで出るべっつって。で、それで俺の足の釣りも収まって、で、なんか、いや、なんか気持ち悪かった。何？紫色の煙って何？みたいな。どんな感じだった？みたいな。そんな話してたら、いや、ちょ待てよっつって。もう、その、大きい通りに出てから、もう、車で走って10分ぐらい経ってんの。なんか、おかしくね？ってなって。後輩気づいてなくて。いや、ちょ、お前ちょっと黙って、っつって。なんか、おかしくね？え、何がすか？ずっと、石跳ねてないって。砂利道、車で走ったことある人わかると思うんだけど、タイヤの溝が石を噛むんよ。で、舗装道路を走ってるうちに、石が、まあ、タイヤのこう、ね、こう、歪みとかでさ、こう、路面の歪みとかでさ、こう、それでこう、タイヤの溝がこう、広がったりして、その石がどんどん外れてくんだけど、もうそっからその砂利道を走ったとこからもう10分経ってんのよ。10分走ってんの。で、田舎だから俺の地元、信号そんなないのね。だから10分シンプルに走り続けてんの。止まったり走ったりじゃなくて走り続けてんの。にもかかわらず、車の下、要はシャーシのところにずっと石が跳ねるようなカンカンカンって音がずっとしてんの。もう10分走ってんのよ。それが、え、確かに後輩にその話したら、確かにずっと言ってる、そんなに石噛んでないでしょみたいな、ずっと言ってますねみたいな。でそっから15分走ろうが20分走ろうが、ずーっと俺たちの足元、足の下からカンカンカンっていうずーっと音がしてんの。石が跳ねてそれが鉄に当たるようなカンカン音、ずーっとその音がついてきてんの。でとりあえず俺ら田舎だから車で40分ぐらい、30分40分走らないと町場が出てこないの。30分40分走り続けて、まあだいたい30分ぐらい走って、30分間ずーっとその砂利道出てから30分間ずーっとシャーシのところカン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 言う音がずーっと続いてたので、町場に着くのが、まあ着いたのが40分ぐらいだから、10分、町場に着く10分前までずーっとカンカン言ってたの、車の下が。でとりあえず大きいガソリンスタンド、24時間のガス、セルフの大きいガソリンスタンドについて、でここまで来ればもう周りも明るいし大丈夫でしょっつって、じゃあとりあえずガソリンスタンド行こうかっつって、で飲み物も買ってくるわっつって、で車降りて後輩ガソリン入れて、で俺飲み物買いに行って、で車、さっき言った通り新車なの、後輩のワゴンある。買ったばっかで。そう。で、だから、
買ったばっかの車、綺麗にしておきたいじゃん。砂利道走ったじゃん。で、最後、バーって、こう L 字のこうクランクがあって、ここでやばいことがあって、ここ残りの L 字のクランク、ここ、猛スピードで駆け抜けたから、砂ぼこり上がってんのよ。窓とか砂がちょっとついてんのね。こうやって、運転席の方から、自分の運転席の方から置いてあるタオル借りてさ、拭いてって、運転席拭きました。後部座席、運転席の後ろの後部座席拭きました。後ろのガラス拭いてます。で、俺が飲み物を買って、まあちょっと5メートルぐらいのところまで帰ってきました。そしたら、先輩ちょっと来てくださいっつって。なんだうるせえなっつって。ちょ、これ、やばくないっすかみたいな。え、何がやばいねんっつって。俺も車の後ろ行って、パッて見たら、砂ぼこりの白っぽい手形、大きいのと小さいの大小様々の手形がガラス一面にびっしりついてんのね。そう、びっしり。一番ちっちゃいとさっきも言ったようにこのぐらい、このぐらいの手形、一番ちっちゃいのは、一番大きいやつはこのぐらいの手形、俺の指よりもこのぐらい指が長い。それが人数でいうところの10人分ぐらいの大きさの、いろんな大きさの手形がびっしりついてるわけ。いや、気持ち悪、これ何これってなって、いや、拭け拭け拭け、気持ち悪い気持ち悪いっつって、いやーっすよやーっすよ、ちょっと拭いてくださいよっつって、いや、やで俺だってっつって、知らねえ、お前の車だろ、お前拭けやっつって、いや、マジっすかっつって拭いてて、で、うわ、気持ち悪い、ちょっともう俺も気持ち悪いから中入るわーって言って車の中入ろうとして。で、なんかそれで、なんかガソリンとかも終わってたから、じゃあそれ俺やっとくわと思って、それなんか戻したりして、なんじゃかんじゃやってて。で、金払ったり、なんじゃかんじゃして。で、先輩っつって、また呼ばれて、いや、うっせえな、なんだよっつって、早くしろよっつって。いや、ちょっと、マジ、ちょっと来てください、つって。何つって。いや、この一個だけどうやっても消えないんです。ほらつって爪でこうやって擦ったりして。これだけ消えないんですよ。いやいや、お前マジでお前、いや、そんなことないっしょ。そんなわけないっしょ。いや、そんな、もう、階段ど真ん中みたいなことないっしょ。開けて、内側から拭いたら、綺麗に拭き取れたんだよ。手形一個だけ、内側からついてたの。ザ怪談話みたいな、ガチの話。しかも、それがまだ、普通の手形だったらわかるんだけど、砂の手形ね。砂のついた手形が、内側に一個だけついてた。あの手形の動画残ってるよ。うん。残ってる。再生しようか。聞きたい？ああ。ちょっと待って。これ、名前が入ってないか、ちょっと、一回確認させて。多分後輩の名前は間違いなく入ってるんだけど、まあ後輩の名前を言ったところで、まあいいだろうから、ちょっと確認させて。俺の本名が入ってないか。うん。動画消してあった？あ、じゃあ今から再生するよ。音声だけね。あの映像は多分ツイキャス越しに見しても多分わかんないだろうから。ちょっと待って、音声だけちょっと確認させて。あ、これじゃない。これ違うわ。音声だけ確認させて。俺の本名が出てないか。うん。映像はね、まあ、じゃあ、問題なければツイッターにあげようか。じゃあ、その音声ね。はい。その音声を今から流したいと思います。はい。これ映像もついてるんですけど、映像今ツイキャスで見せたところで、多分この手形とかがしっかり多分見えないと思うんで。はい。いきます。よろしいですか？まあ、そんなに緊迫感ないっすよ。あ、
ちょっと待ってくださいね。つながってないですね。ちょっと待ってくださいね。これでいいかな。あれ？つながらないな。ちょっと不具合が機器の不具合がちょっと出てるんですけど、すいません。はい、さっきまで普通にかかってたんですけどね。どういうわけか。うん、ちょっと待ってください。ああ、来ましたね、来ましたね。今ピコンっつったんで、行きましょうか。じゃあ、はい。ちょ、お前本当、じゃあ本当やばいってこれ、お前。ちょ、アウェイ、これ無数の手形なんですけど。ほら、ちょっとほら。ちょっとやばいってお前これ。ちょっとこれなんだよこれ、土じゃん。ほら。土？砂？ちょっと指紋がついてるよ。ね。ほら指紋だよ完全に、ほら。うわ、うわ、だってほら指紋だもんこれ。なんで後ろにこの砂がついてる？っていう。まあこれちゃんと映像付きなんですけど。手形がですね。これね、映像で言うと、無数の手形って言ってるんですけど、この動画がですね、これね、もう15年ぐらい前の動画なんで、画質があんまり良くないんで、濃い手形の2、3個ぐらいしか映ってないんですけど、実際はめっちゃ映ってるんですよ。はい。めっちゃいっぱい映ってるんですよ、これ。めっちゃいっぱい手形まみれなんですけど、っていう、はい、まあことがあって、ちなみにこの車は、1ヶ月後ぐらいに廃車になったっすね。こいつ本人がハンドル操作を間違えて壁に突っ込んだんですよ。民家の塀に突っ込んだんですよ。で、本人は怪我がなかったんですけど、車は一発廃車っす。一発廃車です。これ。はい。車一発廃車。っていう。そのお家に住んでる奥さんは、おそらくなんですけど、そのご主人が亡くなってから変なことがなくなったんですよ。うん。多分ご主人が、守ってくださってるんではなかろうかなって俺は思ってるんですけどね。はい。っていう。まあでもこれ、俺正直これね、俺の中で心霊現象とも思ってないんだけどね。うん。俺の中で。そう。ね。俺の中では別に心霊現象とも思ってなくて、まあなんか、不思議な体験っていう話。だから俺の中でこれ怖い話のジャンルじゃないんだよね。不思議な体験話っていうジャンルなんだよね。別に怖くはなかったから。うん。そう。あ、で、ちなみに、そう、ちなみになんですけど、これ、後輩もデジカメ持ってて、コンデジ持ってて、コンパクトデジタルカメラ持ってて、それで、これ、こいつも動画撮ってたんですよ。俺より長く。このコンデジ、二度と起動しなくなったっす。マジで。で、SD カード取り出して、SD カードカードリーダーで読み込もうとしたら、データ死んでたの。カメラも壊れたし、SD カードも壊れてた。うん。で、この車廃車。だからこいつの被害が半端ないね。俺が、ふざけて、先輩に、お前ふざけて夜に二度と行くなって言われてたのの、俺何にもなかったのに、この後輩全部俺の代わりに食らってくれたっていう石の音はわからんまま、いやさすがに見れんかった車の下。うん。だからもしかしたらワンちゃんよ、ワンちゃん、もしかしたら車の下をあの時に見ていたら、車の下に人ならざる者がへばりついてたかもしれない。もしかしたらね。だからあと一歩勇気を出せば、俺が見た、ずーっと見たがっている幽霊というものに出会えたかもしれない。惜しいことしたよね、マジで。まあ、これがあのまんま、ほぼまんま、ちょっと創作入れられてるんですけど、島田秀平っていうチンカス野郎に丸パクリされたんですよ、これ。
この話、これ俺の実体験、マジでマジの実体験、はい、これ島田秀平にこの話丸パクリされて、なんか YouTube かなんかでこの話してたっす。うん、これマジの話っすよ。俺だって俺がオリジナルっていうのはもう一目瞭然でしょ。うん、動画があるんだから、マジで動画あるんすから、うん、一目瞭然っすよこれ。はい、この話島田秀平にパクられてました。クソ野郎、金払え、カス。ちょ、お前ほんと、ちょ、ほんとやばいってこれ、お前無数の手形なんですけど、ほら、ちょっと、ほら、ちょっと、ほら、やばいっすよ、お前、これ。ちょっと、これ、なんだよ、これ、土じゃん。ほら。土？砂？ちょっと、指紋がついてるよ。ねえ。ほら、指紋だよ、完全に、ほら。うわ、だってほら、指紋だもん、これ。なんで、後ろにこの砂がついてる？